女と野獣というディズニー映画の名作をどのようなミュージカルの構成にしているのか、ストーリーがめちゃくちゃ重要です。ディレクターズ TV です。イベントディレクターの笠井です。最近僕ですね、ミュージカルとか舞台とかにハマってるんですけど、この間美女と野獣に行ってまいりました。今回はちょっとイベント目線で皆さんに発信していけたらなと思っております。劇団四季の美女と野獣は1995年に初演を迎え、東京と大阪でなんと同時にロングラン公演をしていました。そして2010年に15周年を迎え、その時点で約3800回もの公演回数を記録してました。そこから地方で公演していたのですが、今回は6年ぶり、首都圏では13年ぶりに劇団四季美女と野獣が行われました。で、場所がですね、専属の会場ではなくて舞浜アンフィシアターで行われたんですね。舞浜アンフィシアターは以前までは企業イベントはできたんですけど、ちょっともうできなくなってしまい、劇団四季とか一般の方を招くイベントにシフトチェンジしました。で、舞浜アンフィシアターの特徴が客席が半円の形ということですね。よくある一般的なプロセニアム形式と言われる額縁のようなアーチ状のステージの前方部分に半円のステージがございます。アンフィシアターの公演はですね、写真撮影、録画等が禁止されてるんですけども、開演前なら自席から写真撮影ができるのも嬉しい一つのポイントです。ということで、今日はですね、ちょっとイベントディレクター目線でミュージカル舞台のポイントを皆さんに紹介していきます。1つ目、舞台転換です。これいつの間に舞台変わってんのとか思ったことがあると思うんですけども、この違和感をいかになくすかっていうのがポイントになってきます。違和感なく気づかれずにセットの転換ができる、イコールお客様目線の誘導をしているということになります。なので、いつの間にか私たちのこの視線をあるところに集中させて、その裏で舞台転換が行われているっていうのが一つポイントになってきます。2つ目、音響です。実はちょっと僕も大学時代映画で音声とかやっていたので、音が好きなんですけども、どこからが聞こえてくるのかがやっぱり気になってしまいます。舞台上のスピーカーだけじゃなくて、後方であったりとか左右とか、たくさんのスピーカーが舞台またはミュージカルには仕込まれております。もちろん劇団四季もそうです。皆さんもぜひミュージカル、劇団四季、特にディズニーなんて音楽が結構有名なので楽しんでみてください。3つ目、ストーリー構成。こちらはまあ劇団四季だけじゃないですね。正直企画書とかイベントはもちろんそうなんですけど、ストーリーがめちゃくちゃ重要です。美女と野獣というディズニー映画の名作をどのようなミュージカルの構成にしているのか、それはアニメとか舞台化とか実写化とか、まあ描かれている作品なんですけども、名シーンの構成もそれぞれ異なってくるんですね。どのようなセットで、セリフで、衣装で見せ方が全然違ってくるので、皆さんも劇団四季の美女と野獣をぜひ勉強してみてください。劇団四季を見てから映画を見るっていう楽しみ方も一つだと思ってます。でもちろん席の場所によってもセットの見え方が変わってくるので、同じ作品でも、もうこの場所によって楽しめるっていうのも一つポイントです。僕がちょっとお勧めするのは、会場後方の真ん中が一番音楽とか楽しめるかなと思ってます。もちろん最前列も役者との距離も近いので楽しめると思うので、皆さん行ってみてください。ってことで、最近ハマってまだミーハーな僕なんですけども、なぜ舞台をお勧めするのかというと、イベントと同じで一番の理由は、同じ公演は二度とないってことですね。で、ミスが許されない緊張感が、客席にも伝わりますし、役者が変わることによってその色も変わってきます。またテクニカルスタッフであったり、裏の制作スタッフと大勢の人が公演に関わっていることを実感して、それが感動にやっぱりつながるんですね。僕はちょっとイベント目線で見ちゃってますけども、ぜひ皆さんもこの機会に舞浜アンフィシアターで美女と野獣を見てみてください。なんと今なら東京リゾートと組み合わせられているチケットもらしいので、ぜひ買ってみてください。以上、ディレクターズ TV でした。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた見てください。バイバイ。